ごきげんよう。ああ。おお、転校生くんか。雨降ってきちゃったかい？そうか。ああ、いや、ミウが買い出しに行ってるんだ。駅前から帰ってくるから、途中で降られなきゃいいなと思って。だから傘持っていけって言ったのに。それで、今日はミウに用でも？ああ、聞いてるよ。ミュウとペアで発表するんだってな。あいつ、相手にすんの大変だろう。根っからの人見知りだし、そのくせ頑固だからな。まして男が相手じゃ、あのガードの硬さ、崩すの大変だと思うぜ。そうか？あちゃー、本振りどころじゃねえな。その必要はなさそうだな。ただいま。
転校生くん、ほらタオル渡してくれ。転校生くん、心配ならバスルームの前で着替えでも用意して待ってるか。で、ご注文は？相棒よ、アマナに愛想を尽かされようやく俺の元に戻ってきたか。ああ、君か。悪いけど、カウンターしか空いてないから、そこでいいかな。こんな日に限って大盛況なんて、ついてるんだかついてないんだか。俺は元気だけど。ミユ？ああ、ミユか。そうなんだよ。あれから高熱出しちゃってさ、珍しく部屋にこもりっぱなし。それなのにこのクソ忙しいランチタイムを一人で乗り切らないといけないとは。あ、ごめん。このコーヒー窓際のおじさんに持って行ってくれない？頼むよ。他にいねえんだ。悪いね。あとこれ
ソファー席の奥さんたちに。いやあ、ほんと悪い。なんかコキ使っちゃってるみたいで、申し訳ない。マジ？助かる。それじゃあ、カウンターの内側にエプロンがあるから、それ着てよろしく。いやー、自分で作ったランチメニューを、これを。どうせならアルファベット最後まで制覇しておこうかと。味噌汁ぶっかけライスプラス味噌汁のセットな。斬新だろ、ワイルドだろ。いや、でも助かったよ。転校生くんのおかげでなんとか乗り切れた。ミウのやつよくやってたんだな。あ、そうそう、君のウェイトレス姿もなかなか様になってたぞ。では最後の仕上げにと。さ、これ持って行ってくれないかな。これくらい薄味の方がいいだろう。どうせ熱で味なんてわからないんだからな。はい、これミウの昼飯。階段上がって手前右の部屋な。
して、あなたが…余計な…お世話…出てって…風邪…うつるから…大丈夫、もう出てって。よ、持って行ってくれたかい？ミュウ、どうだった？ああ、だろうな。39度以上熱があったからな。こんな時、母親みたいなのがいてくれればいいんだけど、俺も店を閉めるわけにもいかないからさ。そうか。いや、買い出しに行かせた俺も悪いけど、あいつも頑固だからな。雨の中、傘も買わないで帰ってきちゃうし。あ、手伝ってくれてありがとな。俺もミユがいないと困っちまうから、ほんと助かったよ。でも、変わってるな、君は。じゃあ今日だけ手伝ってもらおうかな。その代わり、腹が減ったら何でも作ってやるからってので、どう？よう、転校生くん、昨日はありがとな。まだ寝てるよ。昨日よりはいいみたいだけど、あんだけ熱があったからな。今日のところは安静だ。午前中は客も少ないし、俺一人で回せるから大丈夫だよ。転校生くん、いいところに。ちょっと忙しくなってきたんで、また手伝ってくれるか？ああ、
エプロンはカウンターの下な。なんか転校生くんに弱った姿を見られるのが恥ずかしいみたいでさ。助かったよ。これ少ないんだけど。いらっしゃー。ああ、君か。ミユなら買い出しに行ったけど。無理するなとは言ったんだが、元気みたいだし、久しぶりに外に出たいって言うからさ、商店街に行けば会えるかもしれないぞ。大丈夫？入ったでしょ。私の部屋、勝手に入った。不法侵入、プライバシーの侵害だから。私に構わないで。謝ることないんだけど。買い物あるから。ありがとう。
いらっしゃい。ああ、What's up, Dreamer Tribe? What's up, world? I am Bianca, and thank you so much for watching this video. If you enjoyed the content of this video, don't forget to hit that thumbs up button to let me know. And also, if you haven't subscribed yet and you want to be a part of the Dreamer Tribe, just hit on that subscribe button. We also have tons of different content here on my channel, so be sure to check those out. Until the next video, dream on, fly on.